1月の26日、1月の、第4ステージですかね、はい、英語礼拝のメッセージを、そしたらタスト兄弟がしてくれました、はい、もう一人の人がしたんですけどね、タスト兄弟もその一人、はい、彼のメッセージは、はい、旧約聖書最後の方にあるゼパニア書というところですね。私たちがあまり親しまない